こんにちは。2022年1月25日です。今シーズン2回目の、排泄作業が入りました。ありがたいですね。だんだん道が狭くなってきておりました。1回目でロータリー車で大きく開けていただきまして、それからこれで4、5日経ったんですかね、もっと経ちましたかね、10日ぐらい後ですかね、今回また2回目の道路の排泄作業をやってくれました。ロータリー車が2台ですね。あとシャベルローダーが2台、あとは4トンダンプが来てということです。前回は11トンダンプで排泄してたんですが、今回は雪の量が少ないんでしょうかね、ダンプが足りないんでしょうか、4トンダンプがたくさん来てくれまして、それで道路をさらに広げてくれました。ロータリー車も2台ですね。1台が小さいロータリー車で、雪をこう歩道の雪を出して、そしてシャベルローダーで、雪山を削って道路の方に出して、そして、大きなロータリー車が2往復ですかね、で雪を排泄していきました。前回は市のロータリー車だったんですが、今回は北海道のロータリー車が来て排泄作業ということです。誘導の方も大変ですね。この寒い中、誘導の方3人ぐらいいたでしょうかね。私は1回、家の玄関の上の方から、撮影させてもらいまして、それから家の中に入って、窓越しに、撮影して、おりました。外は本当に寒いですね。黙ってカメラを動かさないようにこう手で持ってるんですけども、だんだん手がもう冷たくなってきて、そのうちガタガタなってきますよね。家の中で撮る分には非常に暖かいんで、楽にこう撮ることができます。作業している方も外でいる方は大変ですね。車に乗ってる方はヒーターついてるんで暖かくしてやってるんじゃないかなというふうに思うんですが、なかなか雪の季節、これを見ますと本当に北海道冬だなという感じがします。今シーズンは何回排泄作業されるんでしょうかね。もうこれで終わってくれればいいんですけどね。雪が降らなければこれで終わりだということなんですが、どうなるかちょっとまだ分かりません。天候の方はですね、安定してきてますね。気温は低いんですけども、雪も降ることなく吹雪になることもなく、安定してます。路面の方もありがたいことに、出てますね。これ夜とかになりますと多分ブラックアイスバーンになるんじゃないかなと思いますが、私の移動の方もできるだけ昼間の間にこう、移動したいなというふうに、考えてます。とりあえずはジュエリーアイスを見に行こうかなというような計画を立てて、天気予報を見ながら、峠の状況を見ながら、どうしようかといういつ行こうかというふうに、今盛んにこう、考えているところです。今回は本市の方、排泄作業を見ていただけるんじゃないかなというふうには思うんですが、ロータリー車はかなりのパワーありますね。オーガーと言いまして、こうぐるぐる回るところオーガーと言うんですが、あれをぐるぐる回しながら雪を砕いて、して奥の方にありますこうブロワーで、上の方まで雪を飛ばしてダクトの向きをいろいろ変えるという、ことですね。スピードはかなり落ちますね。雪のないところは結構早く進んでいくんですが、雪がこうありますとぐっとスピード落ちますね。あれ自動的に落ちるんでしょうね。エンジンの音も聞いてますと、こう負荷がかかった時のエンジンの音に、なります。小さなロータリー車はさほどエンジンの音変わらなくいくんですけども、大きなやつはやはり、かなりの雪を飛ばすんで、負荷がかなり、かかるんじゃないかなというふうに思います。シャベルローダーの方も今回は2台ですね。国産ともう一つキャタペラーの方の、シャベルローダーですね。キャタペラーの方はブームが1本ですね。以前はずっと日本だったんですよ。右と左というか、こう日本でこうやブームを上げてたんですが、今のキャタペラーはブーム一方になりましたね。あれでよじれないんでしょうかね。結構太いんですけどね、太い、ブーム一本のやつに、変わってきてますね。シリンダーの方もあれ一本で済むんでしょうかね。やっぱりブームを上げるのは日本ですよね。日本のシリンダーで一本のブームを持ち上げてということです。前の方には前回と同じようにこう向きを変えれるプラウですかがついてまして、それをこうすくうような形にしたり片側にやってみたりして、こういろいろ、こう雪の山をですねこう出していきますね。なかなかうまいですね。私もシャブローダー乗ったことはあるんですけども、
私の時はレバーは2レバーでしたね。バケツとブーム2つをこう、それぞれの、レバーで操作するということなんですけども、今のやつは1本でなってて、操作するみたいですが、まあ一本のが楽ですよね。だけども下手な人見ると分かりません。一操作しかしないですよね。下手な人見ると上手い人はこうブームとバケツ同時操作で行くんですよね。だからこう非常に見てても滑らかに行くんですけど、下手な人ははいブームやって、はい次バケツをやってとか、はい前進してブレーキ踏んでとかって、もう一つ一つの動作が分かるということですよね。まあなかなか冬の時期のこの排泄作業っていうのもなかなか見応えがありますね。今年はグレーダーっていうんですかね、こう道路を削っとくやつですね、あれは来ませんね。多分夜の間にグレーダーが来てるんじゃないかと思うんですけどね、まだお目にかかったことありませんね。多分夜の寝てる間にこう3時とか4時頃ガー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 音するんで、グレーダーが削っていってるんじゃないかなと思うんですが、まあロータリー車とか排泄作業は昼間の時間帯に行われているみたいです。まあ、昨日札幌の方に行ってきたんですけども、札幌本当に雪少ないですね。路面出てますね。12号線ずっと来たんですけども、路面は出てます。しかしながら枝道ですね、横道はすごいですね、デコボコですね。札幌行った時もですね、札幌の町まではすんなり行くんですよ。ところが札幌市内に入りましたらすごい渋滞ですよね。本当に、まあ、本来であれば片側2車線のところが片側1車線になってますもんね。この辺はまだ2車線確保されてるんですよ。でずっとその気になったらいいぞって言って行って、札幌入ったら1車線になってしまって、大渋滞ですね。あの横道投げて入ったらすごいと思いますね。病院から出てきてちょっと横道走ったんですけども、その時はもうすごいデッコボコンの、もう二輪駆動でもう滑るぞって動かなくなるぞっていうところで、車を止めるわけにいかないんで、ゆっくりだらだら走りながら止めないようにしてなんとか抜け出てきたというような、状況です。まあ、去年から比べると札幌もかなり雪ありますね。まあ、札幌が雪降るとこちらの方はすぐ降ってくれないんですよね。大したありがたいんですよね。札幌雪降ってないとこっちが降るということなんですが、まあ、今年もまあそこそこ雪は多いですね。まあ、だんだん雪の生活、雪道にも慣れてきました。それが慣れた頃には雪解けになってくるんで、雪解けが待ち遠しいぞという感じなんですが、まあ、冬の北海道も、まあ、楽しんでいこうかなというふうに思います。この排泄作業もなかなか、見応えがありますね。皆さん本当に運転うまいですね。特にこのシャベルローダー乗ってる方っていうのはうまいですね。このプラウの角度を変えるのにレバー何本なんでしょうかね。ちょっと、上下とこのバケツで1本のレバーで、もう一つ大が右と左にあるので、もう1本あるんでしょうかね。それをうまいこと、操作しながらですね、見てても滑らかにやってますよね。前進してバックして、ブレーキを踏んで、ウンチングを踏んで、ブレーキでエンジンの回転上げてとか、なんとかアクセルを踏んでとか、いろいろこう大変なんですよね、あれね。まあなかなか見ててもスムーズにやってます。ロータリーの方はどうなんでしょうかね。ちょっと運転席の方は分かりませんけども、パワーはかなりありますね。まあ黒煙は出してませんね。非常に綺麗な排気を出しながら、軽やかなエンジンの音でやってますね。だけどまあ負荷はかかってるなっていうのは本当に、見てて、分かりますか。ありがたい話です。まあ私のとこは太い道路があるもんで、通学道路になってます。で除雪がこうロータリーが入ってくれるんですが、枝道に住んでる人は、横道に入ってる人はもう大変ですね。かなり雪はもうでゴンボコンで、呼んでいくことによって出てこれないというようなことと、あと町内会でお金を募って、それで排泄作業をやるみたいですね。私のところはこう大きな道に面してるもんですから、無料0円でいいんですけども、横道の人はお金出してるみたいですね。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。